はい、お疲れ様です。9月23日桧原湖ガイド終了しました。まあ、あと昨日もですね、22日、23日と、まあ、昨日は、シャロースピナーベイトで1匹、あとは、まあ、深いところのライトリングとフリーリグで、今日は、ラージかな、ラージの結構いいサイズ、まあ、50は全然ないですけどね、44とかですけどとか、まあ、スピナーベイトでラージ2匹つで、あとはまあ深いところっていう感じですね。あとクランクで1匹バレたくらいですかね。はい。で、まあ、昨日今日と深いところのライトリング、まあ、あの、まあ全然場所によるんですけどね、全然場所によってるんですけど、まあ僕らがやってるところ、やってたところなんかはもうとにかくボトムで、もう 超ショートリーダーダウンショット、5センチとかですよね、3センチ5センチリーダーのダウンショット、もしくはこのネコリングですね、ネコリング、マイクロネコリング、まあ、これサンスンとか、あとクリーピーミノーとか、そのちっちゃいワームのネコリングで、ボトムでちょん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 とアクションするなんですね。もうとにかくボトムで餌食ってて、なおかつアクションするもの、ルアーアクションがあるものが釣れてるの、まあ、まあ、すごい感動がいいので、まあそういう、まあ、ボトムベタベタで、シェイクしてアクションが 出るものということで、まあ、超ショートリーダーダウンショットかネコリングって感じですね。うん。で、同じボトムでもキャロよりも全然ネコリングかショートリーダーダウンショットっていう感じです。それが、まあ、昨日、今日の深いところ。で、あと今日に関しては、今日は、まあ、午前中調子良かったんですけど、午後ちょっと、スモール釣れるペースが悪くなってしまったので、午後から、まあ、午後2時、3時くらいかな、3時過ぎくらいからラージやり行って、まあ、ラージスピナービートに2発で、まあ、1匹がまあ44センチくらいかな、うん、まあ、すごいヘルシーな太い魚でしたね、うん、まあ、そんな感じでした、はい。まあ、最近割とねスピナー、まあ、ラージですね、ラージ狙いに行って結構狙い通り連れてくれるんで嬉しいなって感じですね、はい。まあ、そんな感じの、昨日今日の桧原湖ガイドでした。